ロマノス四世ディオゲネスは、東ローマ帝国、ドゥーカス王朝の第三代皇帝。即位前はカッパドキアで将軍を務めていた。1067年のコンスタンティノス十世ドゥーカスの死後、皇后のエウドキア・マクレンボリティサが、女帝として即位したが、国民や貴族層は、セルジューク朝の信仰もあり、強力な軍事政権の成立を望んでいた。このため1068年、 エウドキアは、ロマノスと結婚し、彼を皇帝として新たに即位させた。これが、ロマノス4世である。即位後は、北方から侵攻してきたペチェネグやロシア人、ノルマン人と和睦して、彼らを傭兵として取り込み、軍備を増強した上で、セルジューク長と改戦し、ある程度の戦果を得た。1071年には、自ら6万の兵を率いて申請した。 兵力の少ないセルジューク朝は和議を望んでいたが、ロマノスはこれを拒否して、バンズイケルトにて、セルジューク軍と戦った。しかし、帝国軍は数こそ多かったものの傭兵の寄せ集めで、連度が低く、味方の裏切りもあって、大敗を喫し、ロマノス自身も捕虜となってしまった。ローマ皇帝が捕虜となったのは、3世紀のウアレリアヌス以来のことであった。この敗戦で、 コアジアは、トルコ人に占領された。一方、妻のエウドキアは夫が敗戦して、捕虜となったことを知ると、夫を敗して、全夫との間に生まれていた息子ミカエル7世ドゥーカスを新たに皇帝として即位させた。同年のうちに、セルジューク朝から釈放されたロマノスは、ミカエル7世の皇位継承を認めず抵抗したが、捕らえられて盲目にされた上で追放された。 そして1072年、失意のうちに死去した。ありがとうございます。